ウエチユイは日本の車椅子テニス選手、三井住友銀行所属。2019年まではエーベックスグループホールディングス所属だった。2014年に女子シャイステニスダブルスで史上3組目となる年間グランドスラムを達成した。女子シャイス史上6人目の生涯グランドスラム制覇であり、21歳135日での達成は女子シャイステニスにおける 最年少での年間グランドスラムという記録として、ギネス世界記録に認定された。1994年4月24日、兵庫県明石市出身、明石市立明石商業高等学校卒業。先天性の潜在性二分積追症で、もともとは装具をつけて歩くことはできていたが、成長とともに歩行困難になった。小学校4年の終わり頃から、 車椅子バスケットボールをはじめ、そのメンバーの紹介により、11歳から車椅子テニスを始める。14歳の時、史上最年少で日本ランキング1位となった。2008年、NEC 全日本選抜シャイステニス選手権大会で初優勝し、2015年現在8連覇中。また、ピースカップでもシングルスで初優勝し、 2011年から2014年までは3連覇した。2012年、高校3年でロンドンパラリンピックに日本代表として参加し、シングルスダブルス共にベスト8入賞した。それまでは大会後にテニスをやめるつもりだったが、パラリンピックという世界最高峰の舞台に立ったことで、テニスプレイヤーとして生きていくことを決断した。2013年、 NEC シャイステニスマスターズシングルスでオランダ人選手以外では初となる優勝。男子シングルスの国枝慎吾と史上初の日本人男女優勝であった。2014年全豪オープンダブルスでグランドスラム初優勝。全仏オープンではシングルスダブルス優勝。ウィンブルドンでダブルス優勝。グランドスラム3大会連続優勝を果たした。 全米オープンでもシングルスダブルスで優勝し、ダブルスで年間グランドスラムを達成。2015年全豪オープンダブルスで2連覇を果たしたが、全仏オープンシングルスは準決勝でアニークファン、コートの前に敗れた。ダブルスは決勝で敗れ、グランドスラムダブルス連続優勝は5でストップした。2016年全豪オープンダブルスで3連覇。全仏オープンダブルスでは2年ぶりの優勝。 ウィンブルドンダブルスで3連覇。リオデジャネーロパラリンピックでは、シングルスで、同種目日本人初の銅メダルを獲得した。二条美穂と組んだダブルスは3位決定戦で敗れ、メダル獲得はならなかった。2017年全豪オープンシングルスに、第二シードで出場。決勝まで進み、第一シードのイスケ・フリフィウンにフルセットで下し、初優勝を果たした。 2018年全豪オープンダブルスで2年ぶり4回目の優勝。2019年4月、三井住友銀行と所属契約。2020年全豪オープンシングルスで3年ぶり2回目の優勝。ダブルスで2年ぶり5回目の優勝を果たし、2冠を達成した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしグランドスラムタ大会グランドスラムタ大会ギネス世界記録特別インタビューウエチユイ選手ギネス世界記録2016年10月22日閲覧 AB-4 大大会で初めて日本人がアベック優勝マイナスシャイステニスプレイヤーウエ優選手と国枝慎吾選手が 全仏オープン優勝。ダンロップスポーツ。2014年7月13日閲覧。AB、ライトハイナンバー、パラリンピックシャイステニス日本代表、上地ゆい選手インタビュー。ゴーゴーメルボルン。2014年7月8日閲覧。ロンドン2012パラリンピック競技大会、日本代表選手団成績。日本障害者スポーツ協会。2004年7月9日閲覧。 AB、車椅子テニス、全仏優勝の植地優衣。途絶えかけたテニス人生。スポルティーバ、2014年7月14日閲覧。NEC シャイステニスマスターズで男女共に、日本人選手が優勝。NEC、2014年7月14日閲覧。車椅子テニス、国枝慎吾と植地優衣が、ダブルス優勝、全豪オープン。ベースボールマガジン社。 2014年7月20日閲覧。ウエチユイ GS3 大会連続優勝。tens365.net i。2014年7月20日閲覧。ウエチユイ、日本初の銅メダル。tens365.net i。2016年10月22日閲覧。リオパラリンピック特設サイトスケジュール。日本パラリンピック委員会。 2016年10月22日閲覧。車椅子テニスプレイヤー上知由衣選手と、所属契約を締結株式会社三井住友銀行2019年4月22日、生き物がかり、五輪応援局ロンドンの NHK テーマソングに、続き盛り上げる。スポーツ放置。2016年3月3日閲覧。JXTG エネルギー企業情報企業広告。 スポーツ CM ギャラリーエネオスエネルギーソングテニス編ありがとうございます。